アドルフォ・ビオイカサーレスは、アルゼンチンの作家。代表作に、モレルの発明など。幻想的な作風で知られ、また、短編の名手でもあった。ホルヘルイス・ボルヘスの名優であり、ブストスイ・コールドメックなどの筆名を使った共作も、多数手掛けている。ブエノスアイレスの裕福な大農家に生まれる。祖先は成功したアイルランドからの移民、パトリック・リンチである。 文学好きであった父の影響で早くから文学に親しみ、11歳の頃から物語を、試作、14歳の時推理小説仕立ての短編、虚栄、もしくは恐怖の冒険を書いた。18歳の時、ビクトリア・オカンポの仲介で、ホルヘルイス・ボルヘスと親交を深め、数年後より、様々な仕事を共同で行うようになる。ボルヘスの方が13歳年上であったが、 ボルヘスによれば二人が共同を始める頃には事実上、美容の方が死になっていたという。1940年、ビクトリアの妹シルビーナをカンポと結婚。同年、ことを舞台にした SF 風の長編、モレルの発明を、刊行、序文を寄せたボルヘスに完璧な小説と称賛され、評判となる。これにより幻想的な作風を確立し、これ以前の作品は、 自ら未熟な作とみなして、生前再刊を許さなかった。以後の長編に、脱獄計画、ヒーローたちの夢、豚の戦記、ある写真家のラップラタでの冒険など、短編集には、大空の陰謀、驚異的な物語、愛の物語集などがあり、ボルヘスやコリュタザルと並ぶ短編の名手としても知られた。ボルヘスとの共同の仕事では、二人の祖,祖父の名前を、組み合わせた。 オノリオブストスドメックの筆名で、推理小説、ドンイシドロパロディ6つの難事件や、幻想小説風の、2つの記憶に値する、幻想、ブストスイコールドメックのクロニクル、ブストスイコールドメックの新しい短編など、また、ベニートスアレスリンチの共同筆名で、死のモデルなどの共作を発表しているほか、アンソロジー、怪奇短集、天国、地獄百科の編纂、 映画シナリオの共作など多岐に及んでいる。この他妻シルビーナとの共作に愛する者は憎しみを抱くがあり、シルビーナ、ボルヘスと三人で文学選修の編纂などにも携わった。1981年にレジオンドヌール勲章を受賞。1990年にスペイン語文学の最高権威であるセルバンテス賞を受賞。1999年、 ブエノスアイレスにて死去、同志のレコレータ墓地に埋葬された。ありがとうございます。